こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。今日はよく質問がある。Amazon 輸出で稼ぐ方法ですね。これについてお話します。Amazon 輸出で稼ぐ方法はたくさんあります。これをやれば必ず稼げるというのはね、残念ながらないんですけど、一言で言えばオリジナリティを出すこと。反対にね、これをやっては稼げないというのは決まってます。まず間違えた情報発信者の情報を鵜呑みにすると。大量出品、無在庫販売、この辺を進めたらね、まず稼げません。間違えたね、ノウハウを信じてやると、言われた通りやっても稼げませんので、言われた通りやって稼げなかったら、それは間違えたノウハウだったということですね。それからツールを使うと。ツールを使って、取り組んでも稼げないです。で、上の2つのね、ことと重複しますけど、みんなが何をやってるか、それを探って同じことをすると。これはまず稼げません。Amazon っていうのは商品さえ送れば大量に販売可能です。それこそ一人の人が月に1万語とかね、そういう、とんでもない数量を売ることができます。ということは、簡単に誰でも見つかるような商品を送ってもですね、儲かるわけがないと。ちょっと考えればわかることなんですけど、これをね、わからず、あるいは、自分だけは、この人の教えることは例外じゃないかと思って取り組むと、まずは稼げません。そんなわけで、オリジナリティを出すこと、正しいノウハウで取り組む、これは大切です。稼ぐ方法、ね、これをやっては稼げないという方法は、以上決まってるんですけど、じゃどうすれば稼げるのか。一つ言うなら、転売アカデミー、アマゾン輸出、転売を特別サポート。私のサポートを受けてですね、正しいノウハウをもとに、言われたことを素直に実行していただければ稼げます。